はい、間延び放送局インタビューです。核融合科学研究所の小森所長にお話を伺いたいと思います。今月の1日にこちらの施設を見学させていただいて、はい、でその時我々少ない見学者で来たにもかかわらず非常に丁寧なお話をいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。でちょっとその後反対の立場の方の意見を伺ったり、また市民シンポジウムも映像で見させていただいて、ちょっとそこで疑問を持った点なんかを、割とフラットな視点から、お話を伺えればと思います。原子力、核という同じ言葉を使っているので、核分裂を使った今行われている原子力発電とその核融合発電との違いっていうのを簡単に混同されて話される方もあると思いますので、簡単なところを説明していただければと思うんですが、核融合ということで核がついているので、はい、今おっしゃられたように普通の市民の方は常にとも混同されるみたいなんですけども、通常の原子力ですね、あれは核分裂ですので、はいはい、ウラン235という重い物質に中性子を当てると。でその時、はい、ウラン235ですね、セシウムとかそういうものに割れると、分裂するわけですね。で、その時に、そういったエネルギーが出ると。はい、それを利用したものが、今の原子力発電所ということになります。で、将来、我々が作りたいと言っている、はい、核融合の方ですけども、こちらの方はですね、逆に非常に軽い、物質、水素ですけども、水素、普通に水になってます、普通の、軽水素と呼んでますけども、普通の水素の倍の重さの重水素と、それから、3倍の重さの三重水素というのがあるんですけども、その2つをですね、今度はくっつけると。はい、で、くっつけたときにエネルギーが出ると。でそれを利用して発電しようというのが核融合です。だから、核がついているので、北朝鮮のですね、核爆発とか、はい、それから原子力発電所と混同される方が多いんですけども、原理的に言えば全く反対の原理を使うというもので、通常の原子力と違って、ウラン235なんかを使わないと。ですから、その後で発生する放射性のですね、高レベル廃棄物とか、そういうのも出ないと。そういう特徴があるんです。核分裂を使った発電だと、その材料にもすでに放射性物質であるものを持ってきて、はい、で、また使い終わった後、さらに危険性のある放射性の廃棄物が出てしまうと。その点、核融合を使ったものですと、普遍的にある水素を材料としていると。それで、出てくる廃棄物っていうのは出るんですか？ですね、廃棄物出ます。廃棄物って廃棄ガスですね、はい。廃棄ガスとしては、普通の、例えば石炭とか石油を燃やすと、二酸化炭素が出ますけれども、核融合の場合ですね、その廃棄ガスとして、ヘリウムの4というのが出ます。はい、でこれは、夜店のところで売ってる風船に入っているヘリウムと全く同じですので、はいはい、放射性物質ではなくてですね、はい、安全なものです。はいはい、一番こう懸念されている問題というのが、トリチウムの扱いというのと、はい、あと、中性子線でその設備が放射化してしまって、それが、放射性物質になってしまうというところが、皆さんが一番懸念しているところだと思うんですが。はい、ですね、はい、そういう意味でまず燃料のお話します。先ほどその、はい、重水素っていうのと、三重水素、トリチウムって言いますけれども、はい、を合体させてきました。で、将来の核融合ではですね、はい、実際何を使うかっていうと、重水素っていうのは、海水の中に、はい、0.015% ぐらい入ってですね、はい、ですからそこから化学的に分離して取り出すと。で、問題はですね、三重水素、トリチウムのことです。はい、これは実は自然界の水の中に、もあるんですが、はい、量的に言うとも少ないので、はい、これはですね、リチウムという金属から作ろうとしています、はい、で。リチウムというのはやはり海水の中に溶け込んでいる、もちろん陸上からも取れるんですけども、はい、なんだこれリチウム電池で有名なやつですね。はい、で今、トヨタさんなんかが南米から大量に輸入しようとしてますけども、はい、実は海の中に大量に入れてて、はい、海から取る技術 もう今確立しています。ですから将来的には、海からも取れるということなんですけれども、三重水素はですね、このリチウムに中性子というのを当てて、はい、変換します。そので中性子とですね、それから、すみません、中性子を当てると、リチウムが三重水素とヘリウムになります。はい、
で、ヘリも先言いました安全なものなんですね。はい、でそれはまあそのまま捨ててもいいんですけども、はい、その時に同時にできたトリチウムを燃料として使うということです。はい、でさらに言いますと、その三重水素と重水素で、まあ、核融合を起こして、まあ、熱を取り出すということなんですけども、はい、その時に、ヘリウムとそれから中性子が出るんですね。はい、でこのヘリウムは先言いましたように無害なものでそのまま出すんですけども、はい、その出てきた、ですから核融合、重水素と三重水素の核融合で出てきた中性子を実はリチウムに当てて、でその結果原料のトリチウム、三重水素とヘリウムができるんですね。でその時できたその三重水素を実際の核融合に使うと。で核融合をやるとまた中性子が1個出るんですけども、それをリチウム金属に当てて三重水素に変えるっていう格好になってます。ですからつまり核融合をする時の反応で出てくる中性子をその材料としてのトリチウムを取り出すためにも使うと。そうですね。ですから、はい、完璧な K ができると、はい、核融合反応で発生した中性子は燃料を使うことに使われます、はい、完全に、はい、それを完全にこう回すと、はい、実は中性子っていうのは一粒も無駄にできない、はい、ってことなんですね、はい、だから完璧な経緯で言えば、はい、三重水素っていうのは放射性物質でその取り扱い非常に注意が必要なんですけども、はい、失われないように使えばですね、はい、完璧なうまいその中性子が外には出ないような経緯になるっていうことなんですが、はい、本来は、はい、そうです。ただトリチウム自体も閉じ込めが難しいし中性子自体も危険なものだと思いますので、やはりそこの、こちらの実験施設では非常に少ない量ということで伺っていますが、はい、将来もう商用発電とかそういったことになった時っていうのは、はい、トリチウムの取り扱い量だとかその出てくる中性子の取り扱いの危険性っていうのはどうなんでしょう。ですね、はい、将来の発電所っていうのはまだもちろん設計段階なので、はい、今後かなり変わっていくと思うんですけども、はい、今の段階で設計して人に聞くと、はい、その発電所で持っているトリチウム量としては5キロから6キログラムぐらいだろうと言われています、はい、で今発生するとおっしゃったんですけども、はい、実際には作った分は消費してますから、はい、今言ったように1対1でこう回ってますので、はい、発生した分は消費されるんですね。だからトリチウムの量としては変わらない。まあどこかでまた新たな発電所を作るので、はい、ちょっと貯めとこうとかですね、そういうことがあればまた別ですけども、はい、実際には発生したものはそのまま燃料として消費するという格好ですので、はい、その物質が三重水素が増えるということはなくて、はい、常に一定の量しか発電所の中にはないということになります。つまりこう循環して使ってるのが常に装置の中にいるのが5キロぐらいになるんじゃないかと。そうですね、そういうことです。で安全性というか取り扱いなんですけども、はい、これはですねたまたまの機能ですけども、確かトヨタさんとですね、ホンダさんかな、はい、がその燃料電池車を再来年ぐらいに発売したいと思って、うん、ニュースに載ってたんですけども、燃料電池車をご存知のように水素が燃料として使うんですね。これはもちろん普通の水素ですけども、はい、で2、3年後に500キロぐらい走れるので実用化になるということなんですね、はい。でこれはですね、もう改正されたか、今から改正されたか分かりませんけども、水素の蓄える、はい、タンクですけども、ボンベですね、はい。これの取り扱いのその法令が変わりまして、確かですね、700気圧ぐらいのタンクを作っていいよということになったんですね。その結果、まあ、500キロが走れるよということなんですね。ということで、水素っていうのはですね、割と身近にたくさんある。でこれから燃料電池車を普及させるために、まあ、日本中にいかに水素スタンドを作っていくかということになるわけですね、はい、で今言われているのはトリチウムは水素の仲間なので、はい、保管が難しいんじゃないかということなんですけども、はい、今ご説明したように、はい、実は普通の水素も大量に蓄えて使おうとしているわけですね。ですから水素っていうのは確かに透過性があります。だから金属でも透過性があるんですけど、透過性があるっていうと一般の方はもうスカスカでどんどん逃げていくようなイメージがあると思うんですね、はい、そしたら燃料電池車なんて危なくて乗れないじゃないですか、うん、で特に燃料電池車はトリチウムよりも原子としては小さい。さっき言いましたように、はい、普通の三重水素っていうのは30ってついてますから、
普通の原あの水素の3倍の重さがあるんですね、はい、だから大きさも大体も3倍原子核3倍あると思ってもらっていいんですけども、ですからあの普通の水素の方がそういう透過性っていうのは強いわけです、はい、トリチウムに比べて。それでも一般に使っても安心だよというレベルですね。まあ実際それでも漏れてるわけです、はい、漏れてるんだけども、そのレベルっていうのはだからあのトリチウムというのは金属を通すと言われるとものすごく通すようなイメージがあるんですけども、実際そうじゃなくて、実際それよりも透過性の高い水素700気圧ぐらいに圧縮したやつを車に乗せてもそれは安全にあの旅行できるとか使えるってことですね。ですからあのそれでも漏れてるんですと。でそのイメージで考えてもらって、あのもう確かにあの透過性はあるんですけども、ちゃんとあのコントロールできると管理できるということなんですね。でどのぐらい漏れるかということなんですけども、はい、まあ、2つ漏れ方あると思うんですよ。大きな事故であの漏れるって場合と、はい、それからあの多分皆さんが今おっしゃったのは定常的にこう漏れるって言うんですね、うん、でどのぐらい漏れるかというとですね、今、まあ、さっき言いました設計段階なので、これからどんどん変えることができます。で今の設計でどのぐらいかっていうのをちょっと設計をしてる人に今聞いたんですけども、それによるとですね、将来その100万キロワットぐらいの核融合発電所が1000基できたとします、はい、でそれから漏れる量がどのぐらいになるかっていうと、今あの地球上にあるトリチウムが自然界にもちろんありますね、それに比べては多くならないということなんですよ。でそれはどういうことかっていうと、はい、今あのトリチウムの量は年々少しずつ減ってきてます、はい、ですから2100年ぐらいになると、まあ、かなり減ってくるんですけど、はい、その減る量に比べてあの1000基でも出る量は今の設計で小さいということなので、今より増えることはないということですね。で、まあ、将来的なことを言うと、それはあの将来実際に1個ずつ核を作っていくと技術的にも発達してきますし、それからやっぱり皆さんがねもっと少なくしろということであれば、その透過量を少なくすることができます。それは例えばあの例えばいろんな先生がいて、もうスカスカだっておっしゃってる先生いるんですけど、その質の理由として熱交換器っていうのを言ってるんですね。熱交換器っていうのはこっちであの高い温度の液体を流しておいて、それを冷やすわけですね。で真ん中にこう薄い板があって熱を伝えると。だから温度が高い板のとこは水素の透過性が高いからこっち全部来ちゃうんだよってのことをおっしゃるんですけども、あの高い方が途中もちろん透過性ありますし、あのその条件によって透過量ってかなり変わるんですね、うん、ですから逆にそれをちゃんとコントロールすれば透過量をものすごく少なくすることができる。今の熱交換器で言えば1段の熱交換器じゃなくて、場合によっては2段3段と入れれば透過量ってものすごく少なくできるわけですね。だからその使い対応にですね、あの核融合発電所を使い出した時の皆さんがこのぐらいでいいとかっていう許容量があればそれに合わせることはできるので、あの別に問題ないというふうに考えています。それからあのもう一つ同時にバーン同時っていうか、なんか事故でバーンと出るありますね。でそれはあの 今でもそうですけども、いくつにもこう区分けして作る。で貯蔵するにしてもですね、例えばあの水素吸蔵合金ってありますけど、はい、ああいうのを使ってきちんと貯蔵するとかですね、いろんな方法があるので安全性は非常に高いので、大量に最悪の事態を考えても漏れることはないようにできるだろうというふうに考えています。まあ、あの燃料電池車の話で言えば、まあ、あの漏れてそう、まあ、爆発でするほど漏れるわけじゃなければ、普通の水素だったら安全かなというイメージがありますけど、そうですね、まあ、水素自動車はちょっとよく分かりませんけど、はい、今言ったのはボンベから、はい、まあ、漏れる、ええ、あのちょっと一緒にされるとあの心配っていう方もあるかもしれませんが、まあ、とにかくそうして一般で水素が扱われるようにその閉じ込めの技術っていうのも進んできているそういうことです。あの水素なので技術的にはかなり今でも高いんですね、うん、だからボンベから漏れたので爆発したら大変ですから、はい、あの金属を通してだからそんなことはその量の問題で、はい、確かに漏れるけど非常に少ない、はい、であとはやっぱり水素自動車なんていうのはそのパイプがあの折れたりとかしたらちょっと出てきますよね、はい、とかいうので多分安全性が非常に高くできてる、うん、そういう意味では同じで水素を扱ってる限りは今の技術でもかなり高いものがあるから将来的にはもっと高くすることができるので安全性は非常に高くなるだろうというふうに思っています。なるほど。こちらで実験されている形式というのが、はい、ヘリカル方式というか、はいはい、あとトカマクというのがもう一個あって、はい、これ、はい、あの
カタカナで全然わからないと思うんですが、ざっとでいいんで、どういうものなのか、何が違うのか。トコマクっていうのはですね、はい、ロシア語で電流という意味が入ってるんですね。はい、でこれは旧ソ連で開発したもので、はい、特徴はですね、短時間だけ運転すると非常にプラズマが、まあ、プラズマというのを作るんですけど、はい、高性能のプラズマができると。ただし、短時間しかできない。というのが特徴です。でヘリカルっていうのは、実は京都大学の先生の魚先生という方が発案された日本独自の方式なんですけども、ヘリカルっていうのはですね、螺旋って意味です。で、これはですね、プラズマを閉じ込めるための電磁石が、ちょうど遺伝子のですね、二重螺旋のような格好をして、まあ、螺旋形をしているというので、まあ、ヘリカルというふうに呼んでます。で、これの特徴はですね、ずっと定常的にプラズマをつけることができるっていうので、二つ別々の方式があります。すみません。こう、うずうずですね。まあ、後で見えなかったら拡大したの。感じますが。はい。なるほど。つまり、今研究されているトカマク、どっちかやればいいというものではなくて、その、継続的にやるのではこちらの方が有利という。そうですね。トカマクの方は、はい、かなりたくさん研究はですね、世界中でやられて、その、なんですかね、高性能のプラズマを作るという意味では、ヘリカルよりも一歩進んでいるということで、はい、今ですね、大きな装置をカデラシュというフランスに作ってまして、そこで実際に先ほど申し上げた重水素と三重素、トリチウムの燃焼してですね、そういうコントロールしようと、まあ、そういう研究を進んでいます。で、我々の方はそこまでもちろん行ってなくて、基礎的な研究なんですけども、将来的には定常的につけられるので、核融合炉には向いてるんだろうということで研究を進めています。じゃあちょっといいですか。あと、その国際的に合同で研究が行われているイーターを、はい、誘致するかどうかというときに、ノーベル物理学者の小柴さんが、はい、非常に強い懸念を書かれていたので、まあ、それで反対される方は、ノーベル学者の方がこういうふうにおっしゃってるっていうことで、反対されてるっていう方もあるんですが、こちらっていうのは読まれたことあると思うんですが、はい、こうした意見についてはどのように、な感想を持たれますかね。感想としては、なぜそういうことを言って反対したかわかりませんけども、はい、そこに1ミリグラムで、死傷される猛毒で、はい、200万人の人が、はい、殺傷能力がありますとか、そういうので、まあ、反対されたんですけども、はい、このトリチウムですね、はい、その1ミリグラム全部飲むとか、はい、っていうのは、まあ、普通はできないものです。で、それはどういうことかっていうと、例えば、この小柴さんに対してですね、このことは、多分フランスに行ってか分かりませんけど、はい、イーターにまあ反対しているということで、はい、実はノーベル賞をもらいましたけども、スウェーデンのですね、王立アカデミーの人が4人ぐらい連名で、小柴さんに質問状を送ってるんですよ。うん、でそれはどういう質問かというと、例えば一酸化炭素、はい、いろいろ質問あるんですけど、その中で例えばこういうことを言ってですね、一酸化炭素というのは3グラムで1人死ぬと。ということは、多分アメリカの昔の計算だと、アメリカの自動車だと思うんですけど、3キロ走ると1人殺しますと。そういう計算ですね、と。なるほど。それと同じようなことをあなたは言ってるんですかとかね、そういう質問いっぱいされたんですよ。うん、で、小柴さんから返事がないというふうに聞いてます、はい。ですから、まあ、ありえないようなことを、なぜ反対されたかは分かりませんけども、はい、通常では考えられないことを言って反対されているので、まあ、我々としては特に説明を多分関係者の人がですね、関係者というのは例えば日本原子力研究開発機構の人とかがしていると思いますが、今は何もおっしゃってないと思いますけど、はい、ありがとうございます。あと、こちらでやっぱりシンポジウムの時も心配されている方が多かったですが、その排水の問題ですね、はい、トリチウムを含む排水が出るのをどうするんだと、はい、で、アイソトープセンターで、今引き取ってもらっているということなんですが、はい、で、これからの実験で出る分っていうのも、そのアイソトープセンターに全量引き取ってもらう。重水素が始まったらですね、はい、実験始まったら、はい、出たトリチウムを入った水は引き取ってもらうということですね。はい、なるほど。
です、私この間アイソトープ研究所に電話をして、そのことを聞いたら、それは合意に至ってないっていうふうにおっしゃっていたんですけれど、そんなことなくて、アイソトープ協会の事業部長かなの人と確約書っていうのかなを取り返してますので、それはません。ただおっしゃってるのはまだ契約なんかしてませんよ。実際に発生して引き取ってもらうような段階じゃないので、通常は多分その年度になって初めて何ていうんですかね、契約書を結んでやりますから、契約書ってありませんけども、きちっとした約束書はあります。そして、アイソトープセンターはそれを持って行って引き取ったのはどう処理してるんですか？そこはですね、彼らの責任であるので、我々は言うべきことじゃないんですね。だから病院とかなんかにその放射性物質治療用のやつとかいろいろたくさんこう下ろして、いられなくなって引き取ったってしてるのと同じように、引き取ってくれるんですので、我々としては、あまり言わないようにします。なるほど、核融合による商用発電というのはどれぐらいの時期にというのは非常に難しいと思うんですが、にできるんじゃないかというのは想像されます。今の、一般的なスケジュールで言うと、25年から30年後に発電ができるという実証、発電ができるという実証するための、それで実験炉っていうんですかね、設備を作ろうとしています。でそれがうまく動くということが分かったら、商用炉ができますので、早ければ、30年後ぐらいに商用炉ができる可能性があると思います。研究者の方は多分この核融合っていうのの研究が今世紀中には成功しないだろうと多分思っているっていう話を聞いたんですけど、核融合の研究をしている方でも今世紀中にできないと実は思ってるんじゃないかというのを他の研究をされている方がおっしゃってに聞いたんですけれど、小森所長はどのようにお考えですか？それは多分30年前とかですね、40年前の話だと思います。それは40年前とかですね、私学生の頃ですけど、この間見ていただいたようにまだちっちゃな装置なんですよね。でその頃の例えばイオン温度っていうのは100万度ぐらいだったんですよ。で実際に必要なのは1億度を超えるような値ですので、100万度やってる時代に先生に聞くと30年でできるよって言うんだけど、学生とか他の人はもうちょっとかかるんじゃないのと思ってたっていう時代だと思うんですね。もうところがですね、日本でいうと JT60 っていうのがですね、もう30年ぐらい前ですかね、できましたし、うちの装置ももう15年ですかねぐらいまでできてます。でその後急速に研究が進んでですね、日本原子力研究開発機構の60っていう装置、 60SA というアップグレードかという装置では日本と実は5億度を時間短いですけど達成してます。5億度というのは核融合に必要だと言われている温度よりもはるかに高いわけ で、うちの場合でもですね、1億2000万度という目標に対して今8500万度ぐらいまで行ってますので、もうちょっと遠く来てると。で今の時代であと何年かかるというのと、そのまだ100万度ぐらいの実験をやっている時の見通しというのはかなり違うということで、核融合の研究者も今ですね、あと100年とか21世紀ですか、21世紀中にできないだろうと思っている人はいないと思います。あと、ちょっと反対する方の立場からだと、この基準値以下だから大丈夫だとか、クリアランスレベルを以下だからっていうのになかなか、あと自然界にもすでにあるものだからっていうのに説明されるのになかなか納得されない方はあると思うんですね。それはおそらくその自分にメリットが、自分たちにメリットが感じられなかったり、将来性を感じられないものに対して、ほんのわずかでもリスクを受けるのが我慢できないという感じの方もあると思うんですが、そうしたことについてどのように、こう、理解を求めていったり、説明をしていくかというのは。それはですね、非常に難しいところですね。はい、でうちの場合は、なんていうんですかね、発電所を営業してるわけじゃないので、純粋に、学術研究だけですね、だからこういう研究をやらせてくださいと言ってるだけで、確かに直接的なメリットってのは多分何もないんですよ。ただ我々が申し上げてますように、将来的にはあそこでもちょっと言ったと言ってないですかね、思いますけども、今の電気っていうのは全体のエネルギーの 25% で、原子力はそのうちの 30% だと。で今太陽光とかいろんなものがまず原子力に取って代わろうとしてますけども、
全体のエネルギーから見ると10%ちょっとですね。で、あと何十年かしたら電気全体をそういうのを自然に優しいっていうんですかね、でできたとしても今使ってるそのエネルギーの 25% です、はい、残りの 75% はガソリンとかそれこそ灯油とかそれから直接メーカーさんが原材料として使うのとかなのが 75% あるんですね。だから今シェールガスとかいろんな見つけやってますと、はい、であと100年は大丈夫ですと言ってもやっぱり100年経ったらなくなっちゃいます。でそのなくなった後どうするのかといったらそれはやっぱりですね、太陽パネルの電気だけじゃもうどうしようもないわけですね。残り 75% がないと、この生活成り立たないわけですから、その時どうするんだっていうのを考えると、やっぱり核融合は必要だろうということを考えて、まあ我々やってるっていうことで、将来のその今、この間赤ん坊抱いてる人もいましたけど、あの人の子供ぐらい、孫さんか、そのもう一つ一代先かもしれませんけども、には絶対必要になるということでですね、我々はまあ、ご理解を願いたいというのと、それからその自然にもありますよということではなくって、そういう意味ではですね、昔はですね、はい、国際基準、それからそれに基づいた法律よりも、25分の1下だからいいじゃないですかって、そういうことを言ったんですけども、それだとやっぱり分かりにくいとみんなに言われたんですね。それで今、ちょっと先ほどありましたけども、自然界に存在しますっていうだけじゃなくて、自然界に存在している量に比べてはるかに少ないから、まあ将来を考えるといいでしょうという、そういう説明してですね。ただそれでも難しいとはどうするんだと言われると、そこはなかなか難しいところがあるんですが、その辺はやっぱり地道にまあ何ですかね、説明していくしかないというふうに思っています。どうしてもそのトリチウムと中性子が発生しますから、はい、一粒たりともとかやれると一粒以上発生しますんでね、非常にそういう意味では難しいんですけども、やっぱり自然界にいっぱい放射性物質があって、皆さんの生活を別に脅かすことはないということですね。で、しかも、我々はここに勤めてて、一番その影響を受けてるわけです。で、昔の特攻隊じゃないですから、我々は死んでもやるんだなんて思ってません、誰も。危なかったらみんな逃げていっちゃうんですからね。そこに女性もいるし、みんな働いてて別に安全なので、近所に含めて迷惑をかけることない。まして、近所と言いましたけど、うちの地区協会が離れたら、影響ってのはもう全くないと考えてもらってもいいと思います。我々としては、今申し上げたんですけども、確かに出るんですけども、病院の影響よりも少ないぐらい。病院もですね、あれ、地区協会で1ミリシーベルトなんですよ、年間。だからって、はい、そういっぱいまで出してるわけではないですよ。こちらでもそういうことですよね。だから壁が厚いから中が危ないって考えるのか、はい、中の影響を全く外に出さなくてマスクしてるのかっていうんで、うちは後者なんですよ。確かに発生する、それは認めます。で、その中性子ねとかね、さっきのパシパシなんじゃないけど、それは大量にこうね、ガバッと飲んだらとかっていう話をすれば危ないですよ。だけどそんなにこう集めて飲めるようなもんじゃないですよ。もともとトリチウムなんて。だから、普通の水に入っているのを飲むよりも少ないぐらいの影響しかないですから、1リットル、実は、ですね、今1リットルあたり1ベクレルぐらい入ってるんですね。ベクレルで言うと、トリチウム普通の水に。日常的に飲んでるやつです。で、もちろんうちの装置のとこは、それも濃いですけどもね、実際に外に取り除いた残りの分を、計算してみると影響がほとんどないと。要するに、その自分が持っているのは大体、私60キロとして持ってありますけど、確か50ベクレルぐらいあるんですよね。ベクレルで言うと。それに比べて非常に少ない。このうちの敷地、教会の中でもですね。だから外に行くと急速になくなっちゃいますんで、影響は全くないですから、我々としては、今直接のこの間の質問がありましたけど、直接のメリットがあるのかというと、確かにないかもしれないです。だけど将来考えると必ずメリットが出てくるし、今我々は先ほどちょっとおっしゃってくださったように、ものすごく微量な段階の研究しかここでしません。ここに発電所を作るわけじゃないんです。発電所を作るかどうかは我々の研究も含めて次の段階でまた考えて作られるわけですから、我々がそこまで保証するわけじゃないわけですね。だからあとそれから例えばですね、うちの方は学術研究で例えばそのどうしても核融合のためだけの研究っていうのではなくて、高温の
プラズマの降る前、これ電磁気学の一種なんですけども、電磁気学の真空中のこう電波が飛んでる時にプラズマって物質があったらどうなるっていう、そういうですね、電磁気学の研究なんです、そういう意味では。ですから、例えば、太陽から出てる光を日の出っていうのはですね、観測してるんですけど、あれプラズマですから、どういう光が出てるかっていうのは、実はうちとの共同研究で、うちの LHD を使って、いろんな物質を中に入れて、出てくる光を見たりしてですね、そういうので、共同研究やったりとかですね、学術にものすごく実は貢献してるんですよ。だから、ちょうど、伺い、そびれてたことを、だから、いただきました。一般の方には、とか、一番わかりやすいのは、将来核融合を起こすからやってるんだってことなんですけども、本来の元々で言うと、もちろんそれもね、そうなんです。それの基礎研究ですから、そうなんですけども、地球とか宇宙で起こるいろんな電磁現象、プラズマ、宇宙のですね、物質の 99% はプラズマ状態で、太陽もそうですし、星間っていうか、地球の周りもプラズマになってますし、ものすごくですね、研究領域って広いんですよ。そういうの中の学術研究のやってる一環として、まあ、非常に温度の高い時はどうなるとかっていうので、どうしても温度の高いところをやりたいと。それはまあ、それが学問としてきちっと、確立できたら、将来の核融合に役に立ちますよってのはもちろん言ってますよ。だけども、それ以上に、その電磁気学というか、プラズマの入った、学問領域として非常に、なんていうんですかね、学術的の高いものをやってると。で、それの、実はうちは体系化を図りたいので今やってまして、どうしてもですね、温度の高いところをやりたいと。で、温度を高くするには、浄水するないとなかなかできないということで、まあ、やってるんですけどね。その辺が、それからあと、いろいろ応用研究もやってますが、それはまた、もうちょっと会議に行かなくちゃいけないので、そうですね、すみません。時間がないのでありますけども。ちょうど、その、はい、核融合のこの発電に向かう、一直線に向かっているだけの研究なのか、それ以外にも研究されていることがあるのかっていうのを伺いたかったところで、一応ですね、もともと大学なんです、ここは。はい。名前変な、いっぱい変な名前ついてますけど、もともと大学ですので、はい、一直線っていう意味では、日本が、さっきのトコマックをやってるという、日本原子力研究開発機構、こちらはもう、きちっとした目的研究で、核融合を作るというのに一直線に向かってるんですけど、我々はそうではなくて、プラズマを含む電磁気学をいかに、解明するかっていうのが、もともとの学術的な、目的なんです。ということで、はい、すみません、はい、会議前のお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。インタビュー伺いました。はい、結構です。すみません、すみません、はい、ちょっと聞き止めた形で時間が、はい、ご覧いただきました、核融合科学研究所の小森所長への、間延び放送局インタビューでした。はい、とこう聞くとね、またなかなかこれって判断が難しい問題だなと僕は思ってしまうんですが、はい、また、この次の日に、小出弘明さんに、お話を伺ったのも、間延び放送局の、録画で残っています。また、お話の中では、小芝正俊さんが今は何もおっしゃってないんじゃないかということをおっしゃってましたが、次の日の新聞記事で、次の日の新聞記事だったと思いますが、小芝さんが、多治見市の市長に、その実験の危険性を懸念する手紙を送っていたことが分かったという記事が、ありましたので、今でもそうした、懸念を持っていらっしゃると。そういう研究者の中でも、科学研究をされている方の中でもそうした危険性を主張している方もいるということを合わせて、お伝えしたいと思います。非常に研究所としては見学も、させてもらえるし、所長自ら、一般の、見学者にも説明をしてもらえるというところなので、まあオープンなんじゃないかというふうには思います。またちょっと原発実際稼働してて商業で動かしている原子力発電所とかいうのとはリスクの単位としてはまあ確かに違うんじゃないかなという印象を持っています。はい、
あとこの基礎研究というのを止めていいのかどうかっていうのも結構難しい問題だと僕自身は思っていて、あのまあその今そんなあのものになるかわからない研究にお金を使うんじゃなくてこう支援に向けたらいいんじゃないかみたいなこともある、まあ気持ちとしてはそういうこともあるかもしれないんですが、じゃあその基礎的なこう非常にファンダメンタルな研究っていうのは、それを言っちゃうとあの商業につながるような研究にしかお金がいかないような仕組みになってしまうようなところもあるので、まあ一般論ですけど、だからまあパタッとこう研究へのあの予算を切るとかあの中止させるっていうのは結構このあのしっかりした理由付けで、あのまあ反対するならちゃんとピンポイントというかあの納得させられるような反対じゃないとなかなか難しいのかなというふうに、思っています。まあその辺が今の感想ですね。また、3月8日には、反対する署名を、多治見市長に届けるということが予定されているそうです。市民、あの反対する市民の方たちの署名が、届けられるということです。なかなかこれあのどっちがあのいいとか悪いとか難しい問題だと、はい、思っています。多分まあ、あの反対する方は反対する方であの決めつけとかでないところでじゃないとあの本当には止まらないだろうなというふうに思います。また私自身はあの核融合の発電がまあいらなくなるのが一番じゃないかなと思ってるんですね。まあ仮にあのこのまま研究所が続いてそうしたあの研究っていうのが行われていっても、まあそんなトリチウムがちょっとでも出るようなあの、まあ、発電で使うのはまあしなくったってちゃんとあの少ないエネルギーでも皆さん幸せに暮らせるようにもうなってるよねっていうのが、何十年後だったらそれはねできるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、小出さんの話の中でももうやはりそのエネルギーをあのものすごい膨大に使うように急激になってしまっているっていうあのお話があって、でそれで結局人が幸せになっていないっていうことなんですよね。はい、あとこんなところでしょうか。まあ、ちょっと、継続的にこの問題もまたあの市民の目があの光っているっていうところで、やはり行政の方もこうしたことに対しては、慎重になっているんではないかなというふうに、思います。はい、あのそうですね、あのコメントにもありますが、そんなにエネルギー必要なのってことですよねと。ただあのこの暮らしを変えられなければあの所長がきあの心配しているようなあのもうエネルギーが絶対なくなっちゃうから、どうじゃあその後どうするんだっていうことっていうのは必ず出てくると思うんですね。でどのその解決にもあの例えばシェールガスにしても何がしかのリスクが伴うと思うんですね。もうそのリスクをちゃんと並べてフェアに議論できないといけないのかなというふうに思っています。ちょっとあの話がねあのなかなか長くなってしまいますが、あシェールガス1000年持つと武田先生は言っているんですか。まあそれも研究者も研究者で非常に意見が分かれるんでなかなか難しい問題ですが、それあの手放しにしちゃって偉い人たちがいいふうに考えてくれてるだろうっていう時代ではなくなってますよね。はい、ということで別に結論らしい結論がここで出せるわけではありませんが、
間延び放送局、気になる、話題をですね、ちょっと皆さんと一緒に考えられる材料と、してになったかどうかは分かりませんが、あのインタビューをお届けしました。ちょっとあの反対をねしてる方には生ぬるいインタビューに移ったかもしれませんが、はい、まあフラットな視点から、ちょっと聞いてみたいと思いましたので、このような形で配信させていただきました。それでは、今日は、配信の時間が押してしまいまして申し訳ありませんでした。また次回、まあ、のび放送局の配信を、まあ、いろいろ配信しなきゃいけないものが溜まっていってますね。まあ、ちょっとプレッシャーに感じながら、まあ、一個ずつ、お届けしていけたらと思います。それでは、今日は皆様、視聴ありがとうございました。間延び放送局、今日は、間延が一人でお届けしました。バンビさん、コメントいろいろありがとうございました。録画をとりあえず停止したところで、アーカイブが残る。